呪いじゃないか。これでわかる人いるかな。 Great。 とっても貴重な八重山丸羽クワガタ。そうですね、本当に変わってるんで、見たことない人あのね、見ていただくとこんな組み方ってなるよね、うん、どうですか、産みましたでしょうか。それではレッツゴー。あ、違う違う違う、オープン。魔性のクワガタ、魔性。呪いじゃないか。魔性じゃない。やりきった、やりきったら面白いかな。最近呪いをかけていこうという意思が見られるね。そうそう、もうキーホルダー狙って狙ってく。狙ってく。狙ってく。そう、今日はね。ですね。魔性のクワガタと呼ばれるね。はい。呼ばれるねとかね、呼んでるね。呼んでる。あれですよ、ちょっと変わった、うん、すごい独特だよね。独特、独特な、全てが独特、全てが独特のこの子ですね。これで分かる人いるかな。フレークス、フレーク、フレークス、フレークのやつですよこれ。フレークちゃんですよ。振ったりしてないけど、なんかなだらかになってるね。なってるね。うん、暴れるのかな上で、うん、そう、これね、とっても貴重な八重山丸羽クワガタ、そうですね、はい、のすごい変わった産卵セットを組んだんですけど、うんうん、これがね、そう、じゃあこの辺にその動画を、あ、ここねリンク貼っとくんでね、本当に変わってるんで、見たことない人あのね、見ていただくとこんな組み方ってなるよね、うんうん、そうですね、驚いたもん私は。そう、これね、どうかな、オスはね、ちょくちょく上にいるんだけど、メスはね、いや、あ、メスか、これ、そう、メス上がってきてるから、メスか、そう、ちょっと餌の交換も兼ねて、ちょっとね、うん、一、うん、回採卵してみようかな、産んでるかどうなのか、産んでるかどうかね、どうなんだろうか、どうなんだろうね、ちょっと気になるね、うん、ペアリングはうまくいってたからね。いってたね、速攻だったからね。そこは確実に、確実にあの目視できたんだね、うん、はい、1個懸念がね、うん、あのちょっとやばい、これケース高すぎるかなっていう、その上がね、スペース空きすぎじゃないかなみたいなことを、あの大先生の方からチラッと言われた。この上が空きすぎちゃダメなの、わかんないんだけど、あの高さが足りないって言って、乾燥したりとかするのかなと思って、そういうこと、なんか深さが必要なのかなって私は捉えたんだけど、うん、あ、確かにね、浅いのが、そう、ちょっと心配なんだよね、そう、若干そこが懸念してるので、確かにあの幅は広いけど高さがないもんね、うん、そう、ここの高さが空いちゃってるからね、そう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 、うん、ちょっと見てみようか、そうですね、うん、見てみましょう、はい、それではレッツゴー、オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー、はい、じゃあやってきますよ、そうですね、なんでまあこれで一回も見てみて、産んでればまたフレークにして、うんうんうん、まあちょっと乾燥してたら加水してやっていきましょう、うん、そうしましょう、あの水分量は多い方がいいみたいなので、あー、なるほどね、ここにメスを出しますね、はい、なんかあの和田倉さんのフレーズがね、ずっと、うん、スダジーのフレークの中にっていうのがね、スダジーのフレークの、ガンジーのフレークス、ガンジーのフレークスじゃない、これメスですね、丸々してます、すごいね、なんか本当に丸い感じの、うん、どうですか、産みましたでしょうか、いかがでしょうか、いかがでしょうかね、ちょっと確かめてみようと思います、いい、フレークを固めて産むらしいので、固めるって繭玉みたいにってこと、ああ、じゃなくてあのその産卵床というか、あのあれ、要はクランデスコッキみたいな感じに丸めて産む、丸めてっていうか、あのどうなんだろう、よくヘラクレスとかも固めてさあ、うん、そこ
卵をそこに産んでみたいな感じじゃん。そんな丸ボンって感じじゃないけど、ちょっと固めてるみたいな。そう、このふわふわなのを固めてその中に産むみたいなことを先生は言ってましたので、パッと見上から見た感じは何の変化もない。ただなんか潜った穴が開いてる。ああ本当だね、突入はしてるんだね、突入した穴が出てきた穴なのか。パッと見れないんじゃない、やっぱり固めて産むから。うそうだよね、他のマトウミの種だとも固めてセットするじゃん。ああそうだね、そうだね、うん、ぎゅうぎゅうにしてね。マトウミは自分で固めて産むんだね。開けちゃっていいですか。開けてみましょうか。はい、それではレッツゴー。あ、違う違う違う、オープンレッツゴーしたとこや。どうなの、なんかこれこのまま穴開いたままなんだけどね。え、卵は見当たらないですよ。ざっと見当たらんすね。うん、嫌な予感やばいかな。産んでなかったら確実にセットが悪いからね。そういうことだよね。これでちょっと取れなかったら、あのケース変えましょう。そうだね、もうちょっと細長いというか、うん、横に広がらない感じの、うん、さて緊張する。あ、これどう、こういうことじゃない、こういうことじゃない。すごいねちょねちょ、水分たっぷりだもんね。温度が低いとか、ちょっとスダジーでしょ、だってスダジー温度高そうじゃん。高そうだね。うん、産んでないな。産んでないね、やっちまったか。なんか全然いる気配がしない。しないね。うん、どうなの、あの昔のお笑い芸人風、なんでかみたいな。それかなり古くない？ごめん。それからそれから、いやーやばいよ、ダメそうだね。やばいよやばいよやばいよ。どんな卵なんだろう、あったとしてね。うん、でも体は割と大きいからそんなねチョンではなさそう、見たら分かりそうな感じするけどね。なさそうだな、これは。これはなさそうですよね。でも一個でもあってくれんかな、ね、間違えて産んでくれんかな。うん、そうそう。いや産んでないな、どうしような。ケース変えようか。ケース変えようか。温度上げる。フレーク、フレークなってなかったんだよ。スダジーのフレークが出来上がってなかったな。丸バネ君からしたら、うん、こんなんちゃうわ。丸バネ、丸バネさんからしたら、ほらこうフレーク違うなみたいなね。スダジーフレーク違うな。スダジーフレーク違うな。水分量はどうですか。めっちゃ水分あるけどね。ギュッとしてまだ落ちてくるぐらい。あそこまではないかも。そうか、じゃあもうちょっと加水した方がいいのかな。どう、ほらこんな感じはあるけど悪くはないような気がするんだけど、ね、うん、湿ってるよめちゃめちゃ、うん、だから寒いんじゃない。そういうこと。だって結構21度とかになってたじゃん、うん、お湯がけしとく。うん、追いかけはいいよね多分。良さそうな気がする。追いかけはしなくても、しっかりしっかり見たもんね。しっかり見たね。追いかけはしなくて良さそうだけど、温度とそのフレーク感じゃないですか、うん、どうなんですか、難しいですね。かわいい、なんかちゃんと反応してくれてる、うん、ねえかわいいな。産ませたいよ。もんまりちゃん、もんもりちゃん、うん、かわいい。すごいなぁ、なんだこの子は。メスでも顎がすごいわ。オスか、もしかして。オス入れちゃったら絶対うまいよね。そりゃうまうわ。本
当あごだからお酢だと思っちゃったもんだって、うん、入れ物をね入れ物を変えましょう、うん、深さが足りないかもしれない、うん、深さが足りないもう先生のおっしゃる通りそうだね、うん、深さは求めましょう、うん、対策としては深さを求める、うんうん、温度を、うん、ちょっと上げてみるかちょっと上げてみようか、うんうん、八重山だもんね、うん、そうだね、うん、じゃあどうしようかねクリアスライダー、うん、ラージでいこうか、うん、これでいい、うん、これであればこれの方がだいぶ深さも出るでしょ多分そうだねヨネちゃん TV はい今度は高さがあるから大丈夫じゃないですかねえうんどうかなどうでしょうかいかがでしょうか転倒防止入るかな置いたらギュッてしちゃいそうだけどねうん薄いの入れとくか潜りそうだね潜りそうまずは腹ごしらえですね。うん。してもらって。うん。気づいた気づいた。しっかり深さも出して。うん。やっぱ違うね。全然違う。全然容量が違うんだねこれ。全然違う。そんなに変わらんかなと思いきやだいぶ違う。ね。倍以上入りそうなぐらいだよね。そうだね。うん。うん、これでまたちょっとどれぐらい？1週間ぐらいで1週間ぐらい様子見てみる、うんうん、で開けてダメならもう一回組み直してそうだね、うん、やってみようかはい、はい、じゃあ今日はこんな感じではい、はい、頑張ってね大丈夫かなはいじゃあさこんな今日はこれでおしまいとなりますそうですね残念でした残念でした、うんいや次リベンジしたいですねそうですね、うん、ちょっとこのセットに期待したいと思いますはい、はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンクリックでヨネちゃんファミリーへようこそ Twitter、Instagram などもやってますのでそちらもよろしくお願いします今日はもうおしまいだよバイバーイ頑張ってチャンネル登録してねチャンネル登録してねチャンネル登録してね。